めちゃくちゃ気持ちいいですね。あの、あんな大舞台で勝てて、はい、誰が相手でもぶっ飛ばす気持ちで。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか？いや、めちゃくちゃ気持ちいいですね。あの、あんな大舞台で勝ててはい、素直な気持ちいいです。はい、ありがとうございます。今左目抑えられてるんですが、それは何かこうあのダウン取った時にパウンドで仕とをした時にユう選手の蹴り上げが一発当たって。 腫れ,れちゃったんですけど、も全然ダメージはないですね。はい、ありがとうございます。第1試合目での勝利ということだったんですが、そこのこうプレッシャーだったり、それとも楽しかったのか、そのあたりも教えていただけますかいや、もうすごい冷静に、自分でもびっくりするぐらい、冷静になんか周りが見れたんで、でもそれはもうチームのみんなのおかげだと思うし、今までやってきたことの成果だと思うんで、よかったですねありがとうございます。えー、実際に戦った有志選手というのは、戦う前のイメージと違うところはありましたでしょうか。いやもう 想像通りだったんですけど、僕がちょっと見え、最後見えなくなっちゃって。あのまあ、左目がちょっと見にくくなっちゃってちょっといけなかったんですけど、本当だったらフィニッシュしたかったんですけど、そこだけがちょっとはい。あれですね。ありがとうございます。また今回が r i z i 初の舞台だったかと思います。その舞台からの景色はいかがでしたか？いや最高でした。超気持ちかったです。 ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますか？そうですね。今回バンタム級だったんですけど、今後フライ級でまあ、どんどんまあ、どんな選手とやるかわかんないですけど、いろいろ試合していきたいですね。まあお兄さんはかなり、えー、強烈なキャラクターですけども、も <laughs> え女、ー、王選手はどういう路線を行くんでしょうか？なんか特にこういう路線で行こうって決めてないですけどまあ、自分は自分のスタイルで別に兄貴真似するとかもなく。 そうですね自分のスタイルを作っていきたいと思ってるんですけど、まあ、もっとこうもっと人に見られるように魅了するようなパフォーマンスはしていきたいですねあのフライ級で戦っていきたいっていうふうにおっしゃってたんですけどもそちらの理由とかっていや今回適正もともと適正がフライなんで今回は9きのバンタムだったんですけど本当だったらもっと適正はフライなんで今,今後はフライ級で戦っていきたいですねここフライ級でこう戦いたい選手だったり成し遂げたい目標とかってありますか そうすやるからにはもうタイトルマッチまで絡むような選手になりたいと思ってますし別に誰が相手とか構わず誰が相手でもぶっ飛ばす気持ちでプロ野球の首を取っていきたいですね。